佐藤健太郎は日本の実業家であり、GMO ペパボ株式会社代表取締役社長。鹿児島県鹿児島市出身。愛称は健太郎さん大学生時代に互いのホームページを通し、合資会社まだめ企画を経営していた家入一馬と出会い、掲示板も通して交流を深める。 事業を継承する有限会社ペイパーボーイ &CEO を家入りが設立した際に手伝わないかと声をかけられ東亜大学卒業を機に入社する入社後はロリポップのサービスサポートやマーケティングなどを担当し経営企画室長として上場準備にも携わる2009年3月25日代表取締役社長の家入り馬の退任に伴う 人事堂により代表取締役社長に就任する。妻と娘一人と息子一人の4人家族であり、趣味はインターネット、マラソン。尊敬する人物はバージングループ創設者で会長のリチャード・ブランソン。好きな言葉は経験愛人であり、これまで自身がやってくることができたのは周囲のおかげでもあるということからである。新サービスのリリースや社内行事の際に、 インパクトを出すためにコスプレをして登場することが多い。2010年1月、突如クワガタの被り物を被り、世界最大級のクワガタとして活動し始める。ツイッターのアイコンをクワガタ姿の写真に変更し、ユーストリームでは平日の19時頃からクワガタ姿で仕事の様子やパフォーマンスを配信していた。また、おは、クワーなど、クワガタ風に挨拶もしていた。 これは、前社長の家入一馬のキャラが立ちすぎており、何らかのキャラになれば、自身も人気が得られるのではないかという考えからで、あるという。2010年9月8日、9月8日をクワと読むことが、でき夏も終わることから、同日をもってクワ型活動を終了した。2013年から開始した、新卒採用において、企業を選ぶ上で重要な機会である。 会社説明会を少しでも楽しいものにしたいという思いから様々なテーマを設けエンターテインメント性を重視した演出が特徴の大規模会社説明会を開催これまでにヘビメタバンドのボーカルやヒーローショーの悪役など自らパフォーマンスを披露ツイッターでもトレンド入りなど毎年恒例となっていた2018年4月18日 2020年より通年採用となることから同日をもって説明会が終了した。C ネットジャパン社長第3回全世界へ向けて自分発信を2010年9月13日閲覧プレジデントビジョントゥデイズプレジデントプレジデントインタビューとにかくシンプルに2010年9月13日閲覧アンディ社長おごって 株式会社ペイパーボーイ &CO 代表取締役社長佐藤健太郎さん2010年9月13日閲覧プレジデントビジョントゥデイズプレジデントプレジデントインタビューもっと面白くできる2010年9月13日閲覧 ABC IT メディアニュース社長がなぜクワガタにペイパーボーイ &CO の今 2010年9月13日閲覧。社長も社員もゾンビ。毎年ネタ満載の GMO ペパボ。新卒説明会がついにファイナルそして伝説へ。家入りかずまこんな僕でも社長になれたワニブックス。2007年。ありがとうございます。